宇宙世紀00791月3日スペースコロニーサイト3はジオン公国を名乗り地球連邦政府に対し宣戦を布告。後に一年戦争と呼ばれる戦いの始まりである。王国は巨大人型兵器モビルスーツを戦いに投入し物量で勝る連邦を圧倒する。開戦によりわずか40時間で3つのサイドは壊滅し28億もの命が失われた。だがこの凄惨な殺戮劇もジオンの真の目的の前では単なる序曲でしかなかったのである。これは愚劣なる地球市民に対する裁きの鉄槌である。神の放ったメギドの火に必ずや彼らは屈するであろう。ジオンは空前絶後の計画を実行に移した。スペースコロニーを強大な弾頭に見立て地上に落下させようというのだ。目標は南米連邦軍本部ジャブロー。落下するコロニーは連邦軍の必死の抵抗に遭い大気圏突入後に崩壊、大きくコースを外れてしまう。ジオンは作戦の失敗を挽回すべくサイド5ルームに進撃を開始。一方連邦はレヴル将軍率いる宇宙艦隊をルナ2から発進させた。地球の命運はこの一戦にかかっている。諸君らの健闘に期待する。連邦へ、えらく動きがいいが、指揮官はレビルか。モビルスーツ隊を発進させろ。両軍の戦力比は3対1、圧倒的に連邦軍が上回っていた。しかしこの戦いはジオンの圧倒的勝利によって終結する。モビルスーツの威力を前に連邦艦隊はただなすすべもなく撃破されていく。連邦軍の機関アナンケもまた激しい戦闘により大破し、脱出を試みたレヴル将軍もジオンの捕虜となってしまうのだった。ジオン政府はルームでの華々しい戦果を武器に連邦政府に対し休戦条約の締結を申し入れる。敗北を喫し疲弊した連邦にとってそれを断る気力はもうなかったかに見えた。宇宙都市サイド3はルームでの勝利に色めき立っていた。地球から遠く離れ過酷な生活を余儀なくされていたスペースノイドたちにとって連邦に対する勝利は特別な意味を持っていた。我ら優秀なるジオン国国民の前にあっては数に勝る連邦ですら無能の衆に過ぎないのである。南極での休戦条約交渉を前に行われたこの演説でジオンの人々はこの戦争の勝利を確信していた。しかしその確信は最悪の形で裏切られることになる。今まさに条約調印がなされようとした時、レヴィル奪還サルトの方がジオン本土を駆け巡った。そしてジオンの内情を見取ったレヴィルによってジオンが連邦以上に疲れていることが暴露されてしまう。結局この日は軍事条約の締結のみにとどまり、戦いは継続していくことになるのである。この事態に対しギレンザビはかねてより進めていた地球侵攻作戦を実行に移す。今戦いは新たな局面を迎えようとしていた。我が軍はこれより地球侵攻作戦を開始する。目標はカスピ海及び黒海の沿岸部。目的はこの地域一帯の地下資源の確保である。また来るべきヨーロッパ中東侵攻作戦に向けてもこの一帯の占領は必要不可欠なものである。今こそ
地上が安全だと思い込んでいる連邦の愚か者どもに我らジオンの強さを思い知らせてやるのだ。本日正午、地球降下部隊の第一陣がオデッサとその周辺の高工業地帯の制圧を完了いたしました。引き続き地球侵攻作戦を予定通り推し進め、半年以内に連邦の息の根を止めてご覧に入れます。家臣の失意は自らの破滅を招くぞ。地球は、あの広大な土地は我々の手に余るのではないかな。これはこれは、かつてジオン大君から王位を簒奪された方のお言葉とは思えませんな。言葉が過ぎるぞ。今さら停戦など世論が許しますまい？お前が煽った世論だろう。どちらにしても引き返すことはできんか。要は勝てばよいのです。心配することなど何もありません、父上。地球侵攻作戦の初期目的であるオデッサ、北米、中部アフリカの制圧が終了した。今後も予定通り地球侵攻を継続していく。だが兄貴、戦いを長引かせるのは良くない。兵たちの中には宇宙に帰りたがっている者も出始めている。今ならまだ兵たちの士気も高い。先にジャブロを攻めた方が良いのではないか。勢いだけで戦争には勝てんよ。しかし連邦のモビルスーツ開発に関する情報も入っています。ことは慎重に運ぶべきかと。 V 作戦と呼んでおるのか。はい。連邦のモビルスーツなど私が倒してご覧に入れますよ。頼もしいな。しかしお前は未来のジオンを背負って立つ身、軽率な真似だけはしてくれるなよ。相変わらず心配性ですね、父上。私もジオン軍人の端くれ、親の七光で出世したなどと言われたくありません。それなりの働きはさせてもらいます。V 作戦か。脱出した部下が持ち帰った映像があります。部下の話では連邦のモビルスーツは信じがたい能力を持っているようです。我々が木馬と呼んでいる新型戦艦の正式名称がペガサス級強襲揚陸艦ホワイトベースであることが判明しました。この船は大気圏突入、離脱能力及びミノフスキークラフトの応用と思われる大気圏内飛行能力を有しております。ホワイトベースのモビルスーツ部隊にはタイプの異なる3機のモビルスーツの配備が確認されています。我々が白いモビルスーツと呼んでいるのがガンダムです。この機体は高出力のビームライフル、ビームサーベルを装備し、シールドと装甲はザクマシンガンの砲弾を全く受け付けません。さらに対モビルスーツ戦においても高い格闘能力を見せています。両肩にキャノン砲を装備している赤い機体がガンキャノン、一見戦車のように見える機体がガンタンクです。この2体は中長距離での砲撃支援を主体とし、非常に高い火力を有しています。人類は我ら選ばれた有料主たるジオン国民に管理運営され、初めて未来を見ることができるのである。地球連邦の無能なる者どもに思い知らせ、全人類の未来のために我がジオン公国国民は立たねばならんのである。おお！何の用だ、申してみよう。は、宇宙要塞ルナ2に対する攻略作戦の提案に参りました。ルナ2、あの要塞にどれほどの価値があると。ルナ2そのものにはおっしゃる通り価値はありません。必要なのはその空域とサイド7にあります。ふん、建設中のコロニーか。サイド2のコロニーは大きすぎてコントロールできず目標を外してしまったが。はい、サイド7ならば確実に。それともう一つ、
この作戦を確実に遂行するためにも封印された核兵器の使用を許可願います。これらの提案についてギレンザビは即答を控えたという。コロニー落としと核兵器の使用、すなわち南極条約を破棄するということだったからである。愚かなる地球市民に対し再び裁きの鉄槌を振るう時が来た。第二次ブリティッシュ作戦を発動する。ルナ2を失った連邦に落下するコロニーを止める力はもう残っていなかった。ジオン公国軍は戦いに勝利した。地球は連邦政府に代わってギレンザビの手によって統治されることとなり、有料人種のみで地球圏を支配するという計画は実行に移され、地球住民の強制退去および抵抗する者への粛清は速やかに行われ、ギレンはその卓抜した政治的手腕によって不穏分子による反乱の萌芽を未然に摘み取り、地球の環境を回復することに成功する。乱世の非情な独裁者は知性にあっては優れた政治家となり得たのだ。そしてギレンは没後に至るまで人類を導き続けたのである。